皆さんこんにちは。本日はコロナウイルス感染防止の3密を考慮し、部下長会議を中止としたために、私より職員の皆さんにですね、動画メッセージを送ります。さて、皆さんすでにご承知の通り、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が5月6日を期限として全国に発令されましたが、今月末の5月31日まで延長すると、安倍内閣総理大臣より発表がありました。当初の5月6日に緊急事態宣言が解除されると期待をしておりましたが、新型コロナウイルスの収束が見えずですね、5月31日まで延長されましたことは誠に残念であり、この延長により市民生活の圧迫や経済の疲弊はさらに深刻なですね、ものとなってまいりました。このため、富士宮市では、目に見えない恐ろしい新型コロナウイルスの感染防止対策はもとより、さまざまな経済支援を講じなければならないと考えております。こうした状況を踏まえ、まずは経済対策として、静岡県の経済変動対策貸付にかかる利子をですね、3年間ゼロとするための3億円超の利子補給を実施しています。また、国の全国民1人当たり10万円の特別定額給付金の給付事務をですね、行いまして、一日も早く市民の皆様の手元にですね、10万円が届くように努めております。また、国の措置である特別持続化ですね、給付金についてですが、この給付金については前年と今年の同月のですね、なんですか、事業収入を比較して、前年よりも今年の事業収入が50%以上減少した事業者に対しまして、法人の場合200万円、法人以外の場合ですね、100万円を助成するのでありますが、持続化給付金の、この措置につきましては、一日も早く市民への周知をするとともに、この持続化給付金のですね、対象とならなかった小規模事業者へ、富士宮市独自の施策として、10万円の事業継続応援金をですね、給付することや、市内経済活性化のために1万円で5,000円のプレミアムがつく商品券の販売にですね、3億円の予算を計上いたしました。また、県の方針に基づいた飲食店への休業要請についてですね、大型連休の5月1日から5月6日までの間、3密である、密集、密閉、密接を避けることにですね、ご協力いただいた飲食業等の事業者に対しまして、富士宮市新型コロナウイルス感染防止 協力金、拡大防止協力金ですね、30万円の給付を行うため、2億4000万円の予算確保いたしました。そして、経済対策とは別に、富士宮市独自の施策として、一日も早い PCR 検査のできる体制を整えるため、また、医療施設の集団感染やですね、医療崩壊を起こさないために、富士宮市救急医療センターの敷地内への PC 検査、R 検査場のですね、開設を、予定するとともに、富士宮市市立病院においては、軽症の感染者を受け入れるための、独立した新築の建物であります包括ケア病棟を、新型コロナウイルス感染対策病棟とするためにですね、整備を、実施いたしました。さらに、ひとり親家庭に対しまして、児童扶養手当の受給者特別給付金として、1世帯に2万円、対象児童ですね、1人当たり1万円の追加給付も行うことといたしました。今後も市民の安心安全なですね、生活を守るために必要となる施策、支援策につきましては、スピード感を持ってですね、実施してまいりたいと思っていますので、事務量が大変増えてですね、職員の皆さんの負担が増大いたしますが、何卒ご協力賜りますようお願いをいたします。
今回の新型コロナウイルス感染症のこの蔓延は、今まで私たちが経験したことがない、まさに未曾有の国難であります。この新種のウイルスは、日本国のみならず、全世界、地球規模でですね、猛威を振るい、私たちの生活、また生命をですね、脅かし続けています。しかしながら、我々は、この目に見えない敵、新型コロナウイルス感染症に立ち向かい、そして勝利をしなければなりません。そのため、この見えない敵と最前線で戦い、我々の命を守るため、まさにその身を犠牲にするがごとくですね、立ち向かってくれている医療従事者の皆様には、衷心よりですね、感謝を申し上げる次第であります。また、市役所においても、感染等にですね、かかる対策や、経済対策などに関係する部署の職員の皆さんは、この大型連休もですね、休日返上で、職務に従事してくれております。本当にありがとうございます。市長として大変心強く思っております。このような厳しい状況を受け、本日より市役所でも、いわゆるクラスター集団感染防止のために、職員の出勤者を5割削減する措置を取ります。すでに各課において計画的に住宅勤務等に、在宅ですね、勤務等により対応していただいているものと思います。在宅勤務については、初めてのことで、職員の皆さんにおかれましては、戸惑うこともあろうかと思いますが、しっかりと新職員としての自覚を持ち、市民に誤解を受けることのないように、また年次有給休暇をですね、取得される職員にありましては、不要不急の外出等はくれぐれも控えてですね、皆さんには市民の模範となるような行動を取るとともに、市の職員が感染し、クラスター感染の発生によりですね、行政サービスがストップしてしまうような事態をですね、決して招かないように、細心の注意を払っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この感染症収束まで、今しばらくの間、ストレスがかかる日々が続くと思います。私も休日はですね、家の中にこもりまして、常に国や県の動き、全国の感染状況などに気を配りながら、国内で、市内でのですね、感染者が発生していないか、クラスター感染のですね、恐れがないか、県外からのですね、移動者が不時着に集まってきていないかなどですね、心休まる日が、時がですね、ない日々を過ごしております。しかし、今がですね、我慢のしどころだと思っております。みんなで力を合わせて、協力し合って、支え合いですね、職員一丸となってこの難局を乗り越えていきたいと思っております。そして、緊急事態宣言の期限であるですね、5月31日よりも、1週間でも2週間でも前倒しでですね、これが解除されますことをですね、祈っております。ぜひ皆さんも祈ってください。以上で私からのメッセージをですね、終わります。ありがとうございました。